それでは、パン小麦。パンの材料になっているパン小麦が、どのようにして現れたのか、その進化的な流れを学習します。これらが、パン小麦の祖先となった小麦たちの一部です。こちらが、一粒系小麦。こちらの小麦は、分かってません。未確定です。 え、これ、今回ね、あの、染色体を1ついずつ、2本ずつしか描いてないけど、これ本当は、こっちに7つい、ね、これ1ついだけじゃなくて、7つい。こっちも7つい染色体を持ってます。7つい14本。7つい14本の染色体が、それぞれね、一粒系小麦の細胞と、未確定な小麦の細胞に入ってます。で、こいつと、 この一粒系小麦とこの未確定の小麦、それぞれ件数分裂で配偶子を作ります。これ本来ならば、一粒系小麦同士、または未確定の小麦同士の配偶子が合体していくわけだけど、ここで一粒系小麦が作った配偶子と未確定の小麦が作った配偶子が この全然別々な染色体が入ったこいつと、こいつが受精した。そんなイベントが起こったって考えられています。これ、あの、繰り返すけど、ここに入ってる染色体、本当はこれ7本だけど、ここに入ってる染色体と、ここに入ってる染色体、ね、こっちも7本だけど、これ、数はね、7本7本で同じだけど、入ってる染色体は点でバラバラだからね、点でバラバラ。それが、これ、一緒になったっていうんですね。 で、ここにね、えっと、点でバラバラな染色体たちが一同に回するわけだけど、これ、さあね、こいつ、さあこの、えっと、こういうふうに染色体を持つ細胞が、減数分裂をさあ行うぞって思っても、これ、追合できる相手がいないよね。これ、同じ形のものがね、あの、いれば、追合できるけど、これ、点でバラバラの染色体が一同に、えっと、集まっているわけで、 え、追合できる相手がいないんだよね。そうすると、正常な原数無列が行えなくて、普通、子供を残していくことはできません。えっと、少し、えっと、話が戻って申し訳ないですけど、こっちの配偶子に入ってる7本の染色体、ね、そのうち1本しか今回描いてないけど、こっちの配偶子に入ってる7本の染色体と、こっちの配偶子に入ってる7本の染色体、これは、あの、全然別なものです。なので、 こっちの染色体、7本セットの染色体、七本の染色体のセットに A。こっちの7本の染色体のセットに B っていう記号を振ってます。これ、A と B は全然別です。ね。あの、由来が違うからね。全然別物です。でくどいようだけど、えっと、もう一回繰り返すと、ここには、えっと、ここにある染色体の7本と、 ここにある染色体の7本で。今回は1本ずつしか描いてないけど、ここにある染色体の7本は全然別物です。で、それが1つのお部屋に集まったとしても、追合できる相手がいない。減数分裂時に追合できる相手がいないんで、正常に減数分裂を本来行えず、子供をね、こいつは、このように染色体を持つやつは、本来は子供を残していくことができないんですよ。 えここで倍数化っていうイベントが起きたと考えられています。具体的に何が起きたかはね、もちろんこれ、えっと、過去の話なんで、え具体的に何が起きたかは、え、わからないんだけど、あり得るストーリーとしては、こいつ、ね、こんな風に染色体を持っている細胞が異常な原数分裂を起こして、自分の持っている染色体を 全部配偶子にぶち込むような、そんな減数分裂、異常な減数分裂を行った。そうすると、本来ならさ、本来ならさ、本来なら、これ、創造染色体のどっちか一方を配偶子に、どっちか一方が配偶子に入るわけだけど、異常な減数分裂を起こして、持ってる染色体全部を配偶子にぶち込むような、ね、そんな減数分裂を行って、染色体が全部入ったような配偶子ができた。 その、染色体が全部入ったような配具子同士が、異常な配偶子同士が合体して、合体して、こんな風に、倍の染色体を持つような細胞が生じた。そんな,こそんな風なイベ,ントがイベントが起きたと考えられています。見てもらうと、一粒系小麦由来のものが、ね、えっと、倍に。未確定な小麦由来のものが、これ倍になってます。で、これ、 これ倍になってるんで、これとこれは追合できるわけですよ。で、これとこれも追合できるわけですよ。だからこのできたやつは、これ、元数分裂を行えて、正常に行えて、子供を残していけるんですね。で一応気をつけてほしいんだけど、この追合できるっていうのは、一粒系小麦由来の染色体同士の間で追合できる。 未確定な小麦のの染色体同士の間で追合できるっていうこ,と、ね、こっちとこの長い方と短い方が追合することはできないからね。こっちはこっちどうして。こっちはこっちどうして追合できるって意味ね。で、さっきと同じようなストーリーがもう一回起こったっていうんですよ。さっきできたのがこいつ。まあ、これ二粒系小麦っていうんだけど、さっきできたのがこいつ。で、そこに タルホー小麦っていうまた別な小麦が掛け合わさったっていうんですね。この二粒系小麦が減数分裂して作った配具子とタルホー小麦が減数分裂して作った配具子が受精してこんな細胞が生じたと考えられています。これあの二粒系小麦ねこの、この長いやつ同士追合してどっちか一方が配具に入る。で、短いやつ同士も追合して どっちか一方が偶子に入る。っていうふうに、この原子分裂を正常に行えるよね。で、それと、タルホ小麦が原子分裂で作ったこの偶子が受精して、こんなのが生じる。すると、さっきと同じように、こいつは、これ、これ、もらった染色体、これ点でバラバラなんでえ、全然追合できない。つまり、こいつは、えっと、子供を残していけないわけだよね。あ、えっと、タルホ小麦。これ、タルホ小麦も、 これ2本しかね、えっ、ー、と、染色体描いてないけど、これ本当は7対、ね、あります。7対14本あります。で、そのうちの7本を配偶紙に入れて、で、こうやって伝わっていくと。で、こっちもね、復習すると、一粒系小麦由来のもの7対未確定な小麦由来のもの7対で、減数分裂を行って、えー、1対から1本が選ばれるんで、 7本、7本の、この配偶紙には14本の染色体が入ってます。7本、14本。それが合わさるんで、ここには21本の染色体が入ってます。あんまり初めのうちは気にしなくていいけどね。えー、そしてまた倍数化が起こったとされています。おそらくだけどこいつがまた異常な減数分裂を行って、 自分の持っている染色体を全部配偶子にぶち込むような、そんな減数分裂を行って、染色体が全部入ったような配偶子同士が合わさって、こんなふうなね細胞ができたと考えられています。これ倍になってるよね。倍になってる。倍になってる。こんなふうな倍数化っていうイベントがまた起きたと考えられています。このようにしてできたものが、 パン小麦です。ちょっとね、あの、くどいようだけど、えっと、これ、1つい2つい3ついしか、ここには染色体を描いてないけど、本当は、一粒系小麦由来のものが7つい、未確定な小麦由来のものが7つい、タルフォ小麦由来のものが7つい、ね、7つい7つい7ついの21つい、ね、42本の染色体が、本当はここにあります。で、一つ分系小麦、 由来のの染色体同士の間でで追合ができる未確定な小,小麦由来の染色体同士の間で追合ができる。タルフォ小麦由来の染色体同士の間で追合ができるので、パン小麦は正常に減数分裂を行えて子供を残していけるんですね。これね、あの、これと、これは、 追合できないから、気をつけてね。えっと、あくまでも、こいつら同士、こいつら同士、こいつら同士が追合するんだから、えそこは気をつけてね。えー、最後に、これさ、ここだけ見ると、2倍体じゃん。2倍体って、染色体をいに持ってるやつね。染色体をペアに持ってるやつ。で ここだけ見ても2倍体じゃん。で、ここだけ見ても2倍体じゃん。だからパン小麦って2たす2たす2の6倍体って言われることがあります。ここだけ見ると2倍体。ここだけ見ても2倍体。ここだけ見ても2倍体。2たす2たす2の6倍体。ね、6倍体って言われる場合があります。